こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。嬉カードキャンペーン延期についてのお知らせです。嬉野市内の経済活性化対策として、市内でのお買い物に利用できる嬉カードポイント5000円分の交付を9月からスタートする予定でしたが、この度の大雨の影響並びに新型コロナウイルス感染状況により1ヶ月延長して10月からのスタートを予定しております。お待ちいただいている皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。なお、ポイントの交付の手続きについては嬉野市ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。今回は嬉野タラ駅伝チームへの横断幕寄贈式の話題、みんなで楽しく学ぼう手話コーナーなどをお届けします。それではどうぞ。8月22日日曜日、県内一周駅伝嬉野タラ駅伝チームへの横断幕寄贈式が行われました。これは県内一周駅伝で近年好成績を残している嬉野タラ駅伝チームのより一層の活躍を後押しするために行われました。市内のランニングクラブ嬉野アスリート代表下田隆さんが市内企業に応援を呼びかけて実現したものです。現在市内企業4社が賛同され、各企業がそれぞれ応援企画を選手に提供する予定です。今回それに合わせてチームを応援する横断幕も作成され、嬉野タラ駅伝チームへ寄贈することとなりました。今年はですね、社会人の選手が、数名でありますけど、走り、合同練習会に、参加して、走り込ん、夏場でも走り込みをしっかりやって、頑張っている選手が、いますので、県内周本番、県内周駅伝では、活躍してくれるものと思っております。私自身県内周のランナーでもあり、こういう嬉野アスリートというランニングクラブをしているんですけど、県内周駅伝の選手がですね、年中通して活動している。で、県内周の選手というのは市民ランナー、嬉野タラの市民ランナーのトップだと思うので、そういう選手たちに活躍してもらうことが地域のランニングシーンの盛り上がりにつながるのではないかと思い、何かしたいなと思ってこのような企画をしてみます。このようなことを企画しました。横断幕はチームの練習会の際に掲示され、チームの認知度向上のために役立てられる予定です。皆さん、マイナンバーカードの申請はもうお済みですか？嬉野市では約2人に1人の方がカードをすでにお持ちなんです。まだ持っていない方、ぜひ申請してみませんか？今日はマイナンバーカードの申請方法、それからカードで便利になることをお知らせします。マイナンバーカードの申請はとっても簡単です。スマートフォンの場合、スマホで顔写真を撮影します。申請書の QR コードを読み込みます。手順に沿って必要事項を入力します。これで申請は完了です。約1ヶ月後にカードを受け取りに来てくださいというお手紙を出しますので、市役所で受け取りをお願いします。市役所に来ていただく場合、運転免許証と健康保険証、それからマイナンバーの通知カードをお持ちであれば持ってきてください。申請書に必要事項を記入します。顔写真を撮影します。写真は無料です。約1ヶ月後、出来上がったカードはご自宅へ郵送します。申請の際に
本人確認書類が揃っていなかった方は市役所でカード受け取りになります。これからマイナンバーカードの未取得の皆様にこちらの資料を随時発送いたします。交付申請書や分かりやすい申請方法のチラシが入っていますので、申請がお済みでない方はぜひご参照ください。次にカードでできること、これから便利になることをお知らせします。オンラインで住民票や戸籍などの証明書を取得できます。顔写真付きの本人確認書類として市役所や金融機関など様々な場面で提示できます。今後は健康保険証として病院や薬局で使えます。コンビニで住民票などが取得できます。これからもっと便利になる場面が拡大していきます。最後に時間外会長についてです。時間外窓口会長はご覧の通りです。休日や時間外もカードの申請受け取りができます。お仕事や学校などで時間内にお越しいただくのが難しい方はぜひご利用ください。以上、市民課からお知らせしました。こんにちは。今回は嬉野市子育て支援センターから行事の紹介をさせていただきます。それでは9月の行事を紹介します。2日16日は塩田の南風館において良い子集まれを行います。8日は運動遊びを子育て支援センターにて行います。9日と30日は南風館にてベビーマッサージを行います。ベビーマッサージは事前予約が必要です。10日はお話し会を子育て支援センターにて行います。17日は嬉野市文化センター3階トレーニングルームにおいて運動会を開催します。お父さんの参加も大歓迎です。みんなでかけっこやダンス、ゲームを楽しみましょう。28日は9月生まれのお誕生会を子育て支援センターにて行います。みんなで楽しい時間を過ごしましょう。以上、嬉野市子育て支援センターからのお知らせでした。みなさん、こんにちは。嬉野市心の架け橋、手話言語推進委員の大川です。小山です。みんなで楽しく学ぼう、手話コーナー。今回の手話は沖縄です。それではどうぞ。おお、来たぞ。沖縄、天気も晴れで気分最高。早速海に行って、すなはまでゆっくりしよう。うわー、さすが沖縄、日焼けして小顔も黒くなった。みんな見て見て。それでは今回の手話、沖縄の動作について説明します。右手の人差し指と中指を立て、こめかみあたりからねじるように上へ上げます。皆さんもご一緒に、沖縄、沖縄。
今回出てきた4文字の指文字を紹介します。す、な、は、ま。す、な、は、ま。今回の手話は沖縄でした。皆さんもぜひ使ってみてください。それでは次回もお楽しみに。健康づくり課より令和3年度嬉野市健康マイレージ事業についてお知らせします。今年度も健康増進に向けて頑張る方々を応援するために嬉野市健康マイレージ事業を実施します。各種検診の受診、健康教室への参加、生活習慣の改善などを行い、ポイントを貯めると1000円相当の商品券または500円分のクオカードをもらうことができます。さらにダブルチャンスとして抽選で10名様に5000円相当の豪華商品が当たります。健康マイレージに取り組むためにはチャレンジシートが必要です。チャレンジシートは嬉野市報6月号に差し込んでいますので、そちらを使用してください。塩田庁舎健康づくり課、嬉野庁舎福祉課、各種検診会場でも配布しています。ホームページからもダウンロードすることができます。次にポイントを貯める方法です。必須ポイントと選択ポイントがあり、必須ポイントは特定検診や人間ドック、がん検診などのうちいずれかを必ず受ける必要があります。また選択ポイントは講演会や健康教室への参加、自分で決めた健康づくりの実践などによりポイントを貯めることができます。100ポイント以上貯まったらチャレンジシート裏面の申請書を記入の上、令和3年11月1日から来年3月31日までに塩田庁舎健康づくり課または嬉野庁舎福祉課へ提出してください。チャレンジシートの提出後に引き換え券をお渡ししますので、それぞれの商品券引き換え窓口で交換してください。なお、健康づくりに関するイベントは新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更される場合があります。詳細については担当課へ直接お尋ねください。感染症を予防しながらできるものからぜひ取り組んでみてください。以上、健康づくり課からお知らせでした。9月の休日在宅当番医はご覧の通りです。9月の小児時間外診療はご覧の通りです。9月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。9月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーション、いかがでしたか？次回もお楽しみに。